尾上は後鳥羽上皇です。1221年承久の乱に敗北して出家する前に描かせた絵です。承久の乱というのは朝廷が初めて臣下に敗れ去ったという大事件です。なぜ後鳥羽上皇が承久の乱を起こすに至ったのか。1199年の頼朝の死亡から後鳥羽上皇が義時追討の院宣を発するまでを見ていきたいと思います。1192年、源頼朝を征夷大将軍に任命したのは後鳥羽天皇です。その後、後鳥羽天皇は土見門天皇に上位して院政を始めて、着々と京都における実権を固めていったのに対して、1199年に源頼朝が亡くなってからの鎌倉幕府は混乱を極めていました。源頼朝の外戚は北条家ですが、頼朝が亡くなって源頼家が2代目の将軍になると外戚は比企家に変わります。でこれに対して北条家の側で源実朝を将軍に担ごうという動きがありました。この争い、源頼家側が先手を打って源実朝を押そうとしていたあの前朝、源義経の兄で頼朝から厚く信頼された後地蔵ですが、あの前朝を源頼家側が殺害します。これに対して源頼家が病になった機会を捉えて、北条氏側が比企能員の変を起こして比企一族を滅ぼします。そして源頼家を修善寺に幽閉してしまい、その後頼家は命を落とします。こうして将軍は源実朝になります。で実朝が将軍になった時、執権は北条時政です。ところが北条家というのは北条時政牧の方、北条政範のグループと北条義時のグループに分かれています。実は北条時政の嫡男というのは北条政範で、義時というのは北条家の嫡子ではないんですね。1204年、北条時政の嫡男の北条政範が亡くなると、北条時政と牧の方は平賀朝政を将軍にしようという陰謀を企てます。これに対して北条義時が反撃して北条時政を隠居に追い込みます。そして将軍は源実朝、執権は北条義時に変わります。この源実朝という人はかつては北条義時の傀儡である、弱い将軍であると思われていたんですが、最近研究が進んで源実朝は成長するにつれて将軍としての実権を振るっていたということが分かってきました。で源実朝には実子がいません。そこで四代将軍を誰にするかという問題が起こりますが、源実朝は後鳥羽上皇の皇子を将軍に迎えようという皇族将軍構想を打ち立てます。具体的には後鳥羽上皇の子供の頼仁親王、この人を鎌倉に迎えて将軍にしようと源実朝は考えるんですね。でこの構想については北条義時も北条政子も納得して、1218年北条政子は京都に出かけていって、京都から親王を将軍として迎えるということで後鳥羽上皇と合意しています。源実朝は自分たちに実子がいないのであれば源氏に伝えるよりは京都から親王を将軍に迎えた方が幕府のためにもなるというふうに考えていました。京都から親王を迎えると幕府はどういう形に変わるかというと、日本全体の四天王の君は後鳥羽上皇です。この下に天皇家と公家の摂関家と武家の鎌倉将軍家が入ります。で後鳥羽上皇は天皇家と摂関家と将軍家を抑えて日本全体の真の王者になると。源実朝は京都からやってきた頼仁親王を将軍に据えて
大殿になります。京都で天皇家を代表するのが後鳥羽上皇であるように、鎌倉将軍家を代表するのは大殿源実朝ということになる。こうして後鳥羽上皇も源実朝も天皇将軍を下に置いて、ある程度自由な時間が取れるという形で対極的に政務を行う。これが実朝の皇族将軍構想でした。この構想は後鳥羽上皇にとっては鎌倉将軍家を自らの配下に組み込むことができる。で、実朝からすると自分はある程度自由な時間を得ることができる。そして幕府は親王を将軍に迎えることによってよりステータスが上がる。御家人たちから見ると自分たちの所属する鎌倉幕府のトップが天皇の子供、親王になるということは、日本全体の中で鎌倉幕府のステータスが上がるわけだから、御家人たちにとっても利益になる。後鳥羽上皇も、実朝も、義時も、鎌倉幕府も、御家人たちも、みんなウィンになるんです。源実朝が皇族将軍構想を打ち出したとき、北条義時などはその真意を測りかねたようなんですけど、よくよく考えてみると、これは北条家にとっても、幕府にとっても、御家人にとってもプラスになるということが分かってきて、北条義時も大江広元も、実朝の考え方に同意しました。だから、北条政子がわざわざ京都まで出かけていって、後鳥羽上皇と親王を鎌倉に下せるということで合意したんですね。この皇族将軍構想が実現していれば、上下の乱はなくて、後鳥羽上皇も鎌倉幕府もウィンウィンの関係でいけたんですが、ところがここで一人だけこの構想に反発する人がいた。それは公暁。頼家の子供、公暁は恩成寺で修行した後、鶴岡八幡宮の別当として迎えられていたんですが、公暁は俺が将軍になるんだということで、源実朝を鶴岡八幡宮で暗殺してしまいます。実朝が暗殺されてしまったことによって、鎌倉幕府側は後継者を失い、後鳥羽上皇側は鎌倉幕府をコントロールする手段を失ってしまうんですね。実朝が暗殺された後、鎌倉幕府側の北条政子、義時、大江広元はどういう対応を取ったかというと、とりあえず北条政子を鎌倉殿として鎌倉幕府のトップに据える。続いて実朝が暗殺されたとはいえ、約束通り皇族将軍を送ってもらおうと後鳥羽上皇に頼むんですけど、これは後鳥羽上皇が拒否しました。将軍が暗殺されてしまうような、そんな危険な鎌倉に親王を送ることはできない。もう一つ、鎌倉幕府の首脳がやったのは源氏一族の粛清です。源実朝も源氏を次の後継者にはしないと考えていましたし、北条氏や大江広元のような幕府の首脳部も次の将軍は源氏にはしないと考えています。そこで将軍の地位を狙うかもしれない源氏の血を引く男子を粛清していくんですね。で、どういう人たちが粛清されたかというと、頼家の子供たち、それから頼朝の弟あの善城の子供たち、こういうたちが1219年から20年にかけて次々と命を落とします。さらに源頼政、この人は摂津源氏で京都在住で大内守護をしていましたが、この人も謀反の恐れがあるということで討ち取られています。鎌倉幕府は源氏系の人は将軍にはしない、だけど親王将軍は後鳥羽上皇が鎌倉に送ってくれない。そこで次に考えたのが、摂関家から将軍を迎えようという構想です。で、源頼朝の妹が京都に嫁いでいて、そのひ孫が生まれたばかりでした。九条頼経、この人は
摂関家で、まあ、頼朝から一応血がつながっているのでと、後鳥羽上皇も、まあ、九条頼綱ならいいでしょうということで、九条頼綱を鎌倉に送って、当面は北条政子が鎌倉殿を代行しながら、九条頼綱が成長した暁には、この人を四代将軍にするということになりました。これで鎌倉幕府の危機は一応去ったように見えたわけですが、京都の方に火種が残っていたんですね。さっき鎌倉幕府の首脳が源氏の系統の男子を粛清したと言いましたけど、摂津源氏の源頼持、この人も1219年、御家人たちが頼持が将軍を望んでいると、謀反を企んでいると、そういうことを言い出して、在京の御家人たちによって源頼持が討ち取られているんです。ただ、源頼持は大内裏を警備する役についてましたので、彼は大内裏で戦いました。その結果、大内裏が燃えてしまったんですね。で、後鳥羽上皇は大内裏を再建しようとします。後鳥羽上皇から見れば、鎌倉幕府内部の揉め事で戦いが京都で起きて、大内裏が燃えてしまったんだから、その費用は鎌倉幕府が負担すべきだ。ところが、これに対して鎌倉幕府、まあ、執権義時がちょっと渋ったんですね。そこで後鳥羽上皇は、北条義時の率いる鎌倉幕府がコントロールできないということで、これはいかんと。北条義時を倒して、鎌倉幕府を朝廷のコントロール下に置かないといけないと考えた。後鳥羽上皇は鎌倉幕府と戦って勝てると思っていたのかというと、実は勝てると思っていたんです。まあ、一つは、朝廷の権威は絶対だという自信があるし、もう一つは、鎌倉殿と主従関係を結んだのが御家人。で、鎌倉殿と主従関係を結んでない武士もたくさんいるわけで、そのうち京都にいる人たちを京務者という。鎌倉幕府の御家人であっても、鎌倉にいる人と京都にいる人といて、京都にいる人たちは朝廷の指揮下にあったんです。だから朝廷は京務者と言われる人たちと、御家人で京都にいる人たちを動かすことができた。で、実際、戦いが始まると、京都にいる御家人のうち、まあ、京都守護の伊賀光末を除いて、大江近弘とか、三浦種義とか、こういった人たちは、後鳥羽上皇側についています。にもかかわらず、どうして上下乱で後鳥羽上皇は負けてしまったのかと、まあ、そのことについては、秦野雄介先生の研究者と学ぶ日本史の方の動画をご覧ください。